アメリカの主要メディアは20日、バイデン大統領が来年のアメリカ大統領選挙での再選に向け、来週正式に出馬表明する準備を進めていると報じました。関係者によりますと、バイデン大統領は前回の大統領選挙で出馬表明したのと同じ日である4月25日にビデオ声明を公表する方向で調整しているということです。 バイデン氏は2期目を目指す意向を重ねて示していて、14日には比較的すぐに発表する、再び出馬するつもりだと述べていました。与党・民主党内の候補指名争いには、弁護士のロバート・ケネディ・ジュニア氏と作家のマリアン・ウィリアムソン氏が出馬表明していますが、有力政治家に立候補の動きはありません。